がんの主な原因として喫煙が挙げられます。タバコを吸わない人も喫煙者の出す煙を吸い込むことで喫煙と同様に肺がんや気管支炎などの病気にかかりやすいことも分かってきました。今回は検診で早期発見、肺がんについてです。日本では、肺がんは近年急速な増加を続けています。肺がんの死亡率は、男女とも約5倍になっており、平成10年以降は胃がんを抜いて1位になりました。肺は酸素を取り込んで二酸化炭素を排出する働きをしています。肺には多くの毛細血管が出入りしているため、がんが周囲の組織に広がりやすく、見つかった時にはすでに手遅れというケースも少なくありません。最近では治療の進歩に伴い、早期に発見された方々は多くの方が完治されています。早期に発見することが大切です。肺がんはほとんどの場合自覚症状がなく、症状が出た時には進行している場合があります。例えば咳や痰が2週間以上続いたり、血の混じった痰、胸、背中や肩の痛みなどが続く場合は進行している可能性があります。おかしいと思ったらすぐに内科を受診しましょう。肺がんの検査は問診、痰に含まれるがん細胞の有無を調べる核痰検査、胸部 X 線検査をします。そして異常が見られた場合、 CT、ペット検査などの精密検査を行います。これらの検査で早期に肺がんを見つけることができれば、体への負担が少ない治療が可能です。実際に肺がん検診で発見された60歳代の男性早期肺がんの症例をご紹介します。胸部 X 線で右下葉に2センチの主流陰影を認め、 CT およびペット検査でも同様に確認されました。体への負担の少ないロボット手術が行われ、患者さんは無事完治されています。肺がんの治療方法には、がんのできた場所やがんの性質、進行度、患者さんの体の具合など様々な角度から検証されます。検査で早期発見すれば、体に負担の少ない手術を行うことができます。手術には肺葉切除、縮小手術、胸腔鏡手術などがあります。肺がんの主な原因は、皆様もご存知の通り、喫煙です。タバコの中にはニコチンやタール、その他にも約200種類の有害物質が含まれていると言われています。皆さんは喫煙指数をご存知でしょうか。喫煙指数とは、1日の喫煙本数×喫煙年数の値で、400を超えると肺がんの危険度が高くなります。例えば1日1箱吸う人は20年でこの400という数字に達します。禁煙したくてもなかなかできない人には、禁煙用のパッチテープやニコチンガムなどもあるので、近くの医療機関に相談しましょう。肺がんから身を守るためには、禁煙、また、毎年、定期的に肺がん検診を受けることが大切です。鳥取県ではがん地域連携パス制度が去年12月からスタートしました。この制度は肺、胃、大腸、肝臓、乳がんの患者さんに総合病院とかかりつけ医が連携して術後の経過観察を行う取り組みです。この新しい制度で患者さんのさらなる負担軽減が期待されています。